下田二郎下田二郎昭和13年3月24日は、日本の女子教育家。広島県広島市上流川の生まれ。元広島朝の藩主太ら家に生まれるが1876年、陸軍将尉となっていた父が、神風連の乱により熊本城内で戦死、幼少にして、下田修造の養子となる。下田家も広島朝の藩の家臣の家系。広島県立中学。 第三高等中学校を経て1886年、帝国大学文科大学哲学科を卒業、引き続き大学院に入学して、教育の心理的基礎について研究した。1899年女子高等支配学校教授、1899年から1902年まで、イギリス、アメリカ、ドイツに留学。して、女子教育研究の基礎としての性の研究で、 文学博士の学位を得て、東京女子高等師範学校教授として1937年大会まで教鞭を取る。就身教育を担当し、女子教育において、両妻権母子層を基調とした論人を長く張った。東京女子高等師範学校は、当時、日本における唯一最高の女子高等教育機関であった。1904年に出版した代表的著作、 女子教育は日本で最初の女子の体及び精神に関する系統的切述とされる。またこの年、大日本女子教育会を設立し、その機関紙として女子教育を15年間にわたり発行した。日本の女子の教育程度を高め、日本全体の女子の教育の振興に大きな功績を残した人物である。兄は、タラオ敷ツ太郎タラオの彦が、 橋本隆太郎という、下田二郎の弟、半さんは日本女子大学教授を務めた。下田二郎の三男は下田武蔵。四つ尾博氏は聖戦女子大学教授、武蔵工業大学名誉教授。七、男吉人は外交官。九、男校の次女がエッセイストの岸本洋子という、ありがとうございます。